阪急村とは、梅田の大阪駅東側の半近畿圏の人によって使われている属性であるが、阪急電鉄も、この阪急村という表現を使ったことがある。住所では、角田町、茶屋町、小松原町、柴田一丁目あたりを指す。阪急村に対し、大阪駅南側と西側は、旧阪神グループの商業施設である。 阪神百貨店梅田本店やハービス大阪、ハービスンと等が立ち並んでいるため、この地域は俗に阪神村と呼ばれる。同様に、大阪地区では、近鉄グループの商業施設である、安倍の春カスや安倍のフープ、安倍の安ドなどが立ち並ぶ大阪安倍の橋駅周辺のエリアや、近鉄百貨店上本町店、上本町ゆふらなどが立ち並ぶ。 大阪上本町駅周辺エリアが、俗に、近鉄村と呼ばれている。また、南波シティや、南波パークスなど、南海グループの商業施設等が立ち並ぶ、南海南波駅周辺のエリアは、通称、南海村とも呼ばれる。なお、東京都でも、俗に、渋谷区の百球や文化村がある。渋谷駅周辺を、東急村、豊島区の西部池袋本店や、池袋ロフトがある。 池袋駅東側を西武村と呼ばれている。他に名古屋市の名鉄名古屋駅近辺の名鉄グループの商業施設が立ち並ぶエリアを名鉄村、福岡市の西鉄の商業ビルが多く集う天神を西鉄村と呼ぶことがある。また大手施設ではないが旧財閥のグループ企業が多く立地するため東京の丸の内を三菱村、日本橋を三井村、 大阪の北浜周辺を住友村と呼ぶ。かつては、阪急百貨店流通センターが茶屋町に所在した。その跡地には現在、毎日放送本社、放送センターが建っている。ちなみに、MBS の前身である新日本放送は、阪急百貨店梅田本店の屋上に、ラジオ放送用のスタジオを設けていた。また、阪急グランドビル内にはかつて、 MBS ラジオのサテライトスタジオ、ラジオポート MBS が入居していた。ABDBJ、関西トピックス、近畿地方の上昇気流へのさらなる一歩、地域効果から見た阪急阪神統合への期待。日本政策投資銀行、P72015 年6月2日閲覧。近鉄のハルカスは東部のスカイツリーを越えられるかサンキビス。 p4http w w w 3 k i q b i s, p 4, HTTP, s j p ビジネスニュース 14314bsd1 兆4031億4190万 6007n1htm2015 年6月2日閲覧新宿伊勢丹の業績がアップした本当の理由 IT メディアビジネスオンライン p3http コロンスラッシュスラッシュ bizmakoto.jp スラッシュ誠スラッシュアーティクルズスラッシュ1408スラッシュ14スラッシュ news029.html 2015年6月2日閲覧船橋の百貨店西部と東部とホームレス並みに池袋東京生活コム2015年6月2日閲覧 ありがとうございます。